飛んだ先にアスパス。うわー、アスパスいるー。バタレ、おー、スパスイム、うまっ、おー、さあ、レッツ。ただ警戒しているアスパス。ワンブイワン回収に入るレッツ。ハーフまで上がっている。クラッシーズがほとんど策的残してるんですよ。ビクターもブームボットありますから。 B 側のインセンディアリーまでやると、さらにはスカイスモーク。あ、ナイトフォール返した。思ってもない場所にビクター飛んでいるが、うまく抑えましたね。ショートパス返しも相まって、オプティックゲーミング進行が完璧に止まってしまいます。これはセーブでしょうか。本当でフナスの位置もバレてしまう。裏を取っているレス。さすがにか。クラッシーズ、まあここは絶対に落とせないラウンドであった。時間は1秒0秒と。リム以外ウルト使った。時間切れによってこのラウンドはラウド。アルティメットをふんだんに使いましたが、確実に守り切ったラウンドでした。ね、ここ落としてたらやばかったね。確かに優勝してないとこ同士ってのもいいね。必要ですからね。ただ進行する先にはインセンディアリーを持ったパンカーダが待っています。VCT ワールズチャンピオンズ2勝は本当に最強やな、もしやったとしたら。いつの間にかランプの中には。フナスが入っていた。こうなるとシャワーキープしながらぐるっと回ってショートから展開すればいいわけですから、バイパーズピットの中にギリギリスパイク設置ポジションが入っています。浴場を取っているんで抜かれることはないと思いますが、これ取りに行くラウンドなんだ。抜けが発生するんですよね。フナス、え、イエイ、マーブだとキルを取っている。さらにはサイト裏ガイディングライトからフナスの勝負か。何が？でも避けたように見えるんですけど、ちょうど振り向いた瞬間でしたね。なんで分かった今？これなんで分かった？フラッシュ来るって。抑えてる状態。見えてないですね、このバイパーズピットは。さすがに見えてないと見えない。が気になるが、ショット裏を取った。それは避けれない。じゃあ見えてないわ。ショットガイディングライトからクラッシュ。レスとした苦しい状況。これは難しいでしょうね。セーブすらありえる状況だが、残り時間がありません。セーブの判断。人だった、よかった。お、早めにシーカー、これはフナスバレますよ。サダーキー、非常にいいシーカーです。ランプの進行が確認。ただスクリーンを上げれると思うので、うん、バレてはいてもこのままエリアキープできそうですね、フナス。7のトレイルブレイザーをもらってランプを取得していきました。浴場の中にいるサダーキー。もう出ないんだ。挟まれていますが。そうですね。おー、イエイがゆっくりくる。ファントン持ってる。サイト裏から顔出しづらくもなりますが、接近ができないです、これは。お、飛んだ先にアスパス。うわー、スパスいるー。裏を取ったアスパス。バタレ。スパスイム。このラウンド、クアドラ。というか、まあ、オプティックもそうなんですが、政治ラウンドを採用してるわけではないんで、次の障害は設置をどうやって通すかなんですよね。もちろん、その、シャワーの中に隠れて、最悪 B 展開を したとこ、しても、行きやすいんですよね。はい。お、でもシンプルに A 設置になりそうです、ね、ほぼガイディングライトのみで。うわ、むずいやつ。設置まで持っていきましたが、レッツアスパス。ペイントダウン、さらには打ち合い。ウリコイフロート。フナスがランプから2名を返していった。だと。早かったですね、今のフナスの飛び出し。しかもこのラウンド、オービタルストライクも上がっていますので、ラウドとしてはスウェーリーテイクが求められます。A ショートには嫌な音が鳴り響く。うわーうわーうわー、もうやだ、もう役になりたい。嘘でしょ、生きてる映画。フナスエグい、生きてる。フナス、フナス。そして最後はイエイ。ランプから A ショートの裏、サイト裏と素晴らしい。何この人。いやでも今のを作ったのは間違いなくフナスです。このポジションですね。このタイミングで一旦設置がギリギリ通った瞬間なんですけど、サイト中の2人がやられた瞬間なんですよ。これベイトじゃない、むしろ飛ばしてて B にローテさせて UA に当てらせるっていう。サイトはゴースト、思ってもみない位置、スパイクが落ちます。どこか分かってないね。まだ引かない。あ、うまっ。ランデブギリギリまで耐えた。もう一回 TP しろ、もう一回 TP しろ。サイト内に展開していますが、打ち合いカバーカバーカバー。うまっ、ダブルピークを一人で一人で抑え込みましたよ。スーパープレーだこれは。レースやばい今日。いやレース強い。レースエグいって。ダブルピーク。
レスの兄やん。かなり通用しないし。画質画質画質。ラウドすごいです、ね。一番見たいとこが止まってる。完璧にこう揺さぶりましたよ。あ、めっちゃ綺麗になった。今回は窓中でトレイルブレイザーを抑えることに成功しました。ビロンからプララの進行、またしてもビロンを取られてしまい、さらには窓の打ち合い。僕、うん、はビクターを打ち勝ちました。声もないよやめて。持ってるね。めっちゃ抜きますね。ビロングに対しての。もうやめ。ヘイトがすごいオプティック。ガッツエグいって、あ、スマスに刺さる。パンカタのカバまだ3名体制で構えてますね。ビーロング引きません。ラウドただ強気に覗いている。ビクターダブルピーク、素晴らしいアングル。何やビーロング、エースも見えるこのラウンド。会場からはまたしてもエースコール。パンカーだ、行けビクター。落としてビーロングは2名配置。おお、リスペクトあるね。持ってるな。エースより持ってる。外側にいたのはクラッシーズなんです。なんでなんでこっち側にいた。内側にいたビクターが思ったよりもオーバーミックでしたね。まあ、なんで俺死んだ。これはエースだろうということでビクターを捉えていたんですけど。うん、なぜかこのチャンピオンズではね、会場からエースコールが巻き起こるとエースが取れない、取れないっていうね。ドゥアイグ。ビクターの面白い位置。ショートの進行は若干のダメージが入りました。あ、タイミングがもう。裏を向いたマーブド。しまいのタイミング。ここはタイミングとも言えるでしょう。噛み合いがありました。あ、ただ A ショートのアクションがありましたからね。裏を向くタイミングといえば、うん、素晴らしいタイミングでのピークでしたね。うん、そこにバイパースピット、ピットスポーン側を3名で抑えます。まあそれを受けて全員ヘブンから行くというクンナウルト強いですね。サイト内の設置ですから、ヘブンさんにいいな。スポーン側のバイパースピットを攻略しに行くか。えスモーク抜き、サダーキーが落とされます。あ、後ろを取り抜くようなランプ内、スポーンと抑えられてしまっているオプティックですが、ここは1回スパイクタッチ、ね、オービタルストライクはしっかりと受けて、ヘショとガイディングライトを入れての勝負。自分回ってきてる。ここでバイパースピットが解除。さらにはエーショットを抑えて。うわー、偉いな、ずっと見てるな。ここもインセンジアリ、インセンジアリどうだこれ。いや、これ解除できない。やばい、解除できない。オプティック、おお、ファンカだ、偉い。あ、どうしよう、死ぬ。え、ガーディアンだしな、どうしよう。バンダイヒューに行くわ。あ、ごめん。ファンカーダのファインプレーによってラウドがマッチポイントなんですけど、エルディアブロ左右からのジャンピーク、ガイディングライトを当たり前に受けてる。180度、さすがにここは当てれませんでしたが、さすがにですよね。怖いな。あ、でも優秀だ。うわ、強い。や、え、決まる。オペレーターも落としている。しかもサッシーは一人でエリアを広げます。4対2、サダキシーカーが上がっている。惜しい、今のエイム。裏も仕留めた。マジか、ラウドここ取ったのやばい。え、これ3対1。え、ファーストマップバインドはラウドが取得。人数差4対4。なんならメルコマンドもある。もちろん切っていきます。時間稼ぎができますね。ただミッドのクリアリングを完了させているので、あとはサイトの中とメインだけと。パラ構えちゃってます。自分からのリテイクに対してはパラノイアを構えている。パラ構えて、あそこショート取っちゃう感じなのか。一位置交換。サイトウェア、いいそれ。いい目。ヘブンのクリアリングスマス。やばい。残りエショットだ。そのリテイク。ビクター、パンカーダのレシピア中。シラードステップあるが。クロムザシャドウ。逃げれた。ただこの位置は。エミンプラント。ギリギリ顔が見えるか。あ。お。ワンブイツークラッチャー。上手。勝利のように匂いしれ、そのままスパイクに巻き込まれていきました。精神力よ。僕はシュラウドステップでこう反対側に飛ぶぐらいかと思ったんですけど、思い切りましたね。しアルチメントあるのは、あ、分かったけど、ここでキル取った時体力10で何されるか分からない状況で、今の浸るな。よく切ったな。なんなら前に出られたら捉えられたら、やべえの顔ですよね。あ、見れんかった、やべえの顔。ポジションを抑えるというような動きになっています。まあ、必ずエリアをコントロールするのもそうですけれども、挟みたいっていうところもありますよね。溶けちゃう。E側でのロックダウンに対してはハンターズフィーリーの開始。さあフェイク熱すぎて、エショート、ボールちゃんがアスパス打ち勝った。さらにハンターズフィーリーエショートロン。うわ、それうまいわ。さあ問題は、サシーこのウルト得意よな。エルディアプロ、エルディアブロ TP して、そのままスコープ、おっ、平面を覗いていく。ブロ早めにサイト中を
倒しに行きますかね。3対3飛び降りるフェイクで設置をさせません。さあこのレスの動き、うわーショット、イラク、これでそうですね、逆側も気にしないといけないタイミングでシャッター閉まった、扉も閉める。レス重要な打ち合いだが、レス勝った、打ち勝っていく。いやー、いけないね、HP10 は勝ちていくよ、悪いな、セーブだな。オペレーター回収からセーブの判断。そうですね、要は飛び降りてリテイクするかっていうタイミングでレスのイラクが刺さりましたよね。でそれをきっかけに設置を許してしまい、まあ、リテイクのタイミングが崩れたと言えますから、ここでしかもラウド、まあ、ヌルコマンドありますからね。こうなるとリテイク配置を取らなければいけないので、オプティックゲーミング A ショートからのクラッシーズの抜きはあ、ミスっちゃった、避けています。グレネード。こうなるとコズミックディバイドをどう切るか、そしてそのコズミックディバイドのカウンターをどうするかですね。重要なのはイエイ、そしてレスの A メイン外の打ち合い。うわレスエラー、マジで気づいていないか、もうエラーすぎこの人。こうなると裏取りが悩むで A ショート、そしてヘブンからのリテイク、もちろん A メインにコズミックディバイドが偉いっていうか、まあできるんだけど、それを信用してできるのがすごいよな。ヘブンから抜きましたか、相手のみんなを。ポジションはきついか、A ショートの打ち合いを抑えて、うわー強い、サッシー。前半ラウンドは9対3、ラウンドの圧倒的リードによって圧倒的だ、後半ラウンドへと折り返します。裏の A を仕留めたのがまず一つ大きかったですよね。はい、やはりこうコズミックディバイドのことも警戒できていたのか、あまり今回はメインに下がることなくサイト中で耐える選択をしていましたね。イエイの動きがもしバレてしまうと、もう A に行くしかないでしょうね。え？映画の進行、斎藤ら。A ラッシュじゃない？ A ラッシュじゃない？体の位置は確認できました。おっ、タレとか壊せない。少し手間取ってしまったか。それによってショックボルトピンポイント。抜かれた。アスパスダブルキル。ビクターフナスが落とされて、前に出るサッシ。マウント。さらにはリコン。うわ、リコンうまい。からパンカーだ。中央でイエイがレスを落としていますが。斎藤ら、うわー、投てきだ。ファイナルボスが待ち受ける。くそ強い。ファーストラウンドはラウド。あー、思い切った。でも入り方は面白かったですね。オプティックもその相手の耐え目があって引き入れるっていうところも考えていったのか、先にこうナノスワム、そしてタレットを破壊してから一度下がるという動きを試みましたけれども、うん、待ち受けるイエイ、バンダルでのプレッシャー、イエイがいるぞ。わかっているので、うわー、いけねえよな、イエイのとこ。うわー、それいいね。うまーラウド。さらにはタレと引いたと思ったアスパスがまだビビって待ち受ける。落とした。5対3。しかも先ほど B にいたサシがいつの間にかもう A に合流しましたよ。 A ショットの進行にフラグメントの開始。うまくドローン映ってるところをメインから抜きましたね。A ショットショックボルトの開始。クラッシーズ HP がないぞ。うわー、クラッシーズうまい。いや、このポジションいや、あるぞ。いや、でも HP 交換、さらにはクラッシーズ 1HP。 俺1設置は決して下がるわ。ビクターがなんとかするしかないが、設置はできますが、いや、ヘブン下2か、これ重要な、かなりチャンスありますね。重要な2 on 2。 A ショットからのタレと配置、選んだのはヘブン下2名。メイン側にスモークで切りながら、アスパスのテールウィンドエントリー、左側見えたか。俺先死ね、俺先死ね、位置だから先勝負する。情報だけ与える。クラッシーズを取りにして、ワンピツビクターを隠す位置だ。ただ警戒しているアスパス、ワンブーワン会場に入るレース、ハーフまで上がっている。取り切った。もうレースマジでエグいって。マッチポイントはラウド。なんでそのメンタル。初動の B メイン2のアクションで家も少し顔出しづらい中で無理やり普通解除やめるだろ。なんで続けれるんすかあれ。で次は B2 のアクションがあったから、おそらく A メインの進行もなんでなんでこんな近づいてきて、ここまで意味がわからない。まさか B メインのアクションと同時に A メインも詰めてくるとは。マーブドが一方的に倒されたのは痛かったでしょうね。これが対策なんでしょうか。これあえて映りました。レスはバレてないですよね。 A ショートの進行、いやージャッジだ。
フラッシュドライブからになりますか、それとも A メインの進行からのハサミになるか。いや、ショートから進行するときは基本的にはドローン回し入りたいところなんですが、今回ドローンがないんですよね。これ A ショートの前目で中央降りる足音聞こえましたよね。そうなるとアスパスのオペレーター行きますよね。刺さるな。でここからメインを取り返すのが難しいので、ショート側か A メインに進行するしかないと。 A ショートゼロポイントによって3名の位置が浮き彫りに。一番行っちゃいけないのはこれショートですね、ジャッジですから。ただミッドも策的ない中でフラッシュドライブ、うわドライブ、これは決定だが A ショートの前目、ジャッジでの勝負。クラッシーズ落としはしましたが、1ペアかなり削られた。ラメインも落ちた。レイメインの勝負はパンカーだ。アップドラフトからのブレードストーム、勝負を決めに行くアスパス。おいマジかよ、マップカウント2対0。